ここ西川区で OB の皆さんによるプレーをご覧いただきます。神戸だ、やばかった。一人だけおかしかった。今日新潟でいいのかな。それでは国見高校 OB 対帝京高校 OB、 審判団両チーム選手の入場です。それでは両チーム全選手の紹介です。はじめに帝京高校 OB、 背番号1番、1987年度卒業、佐藤茂。3番、1992年度卒業、小峰隆之。4番、1989年度卒業、加納秀樹。5番、1997年度卒業、中田浩二。6番、1987年度卒業、本田康人。7番、1974年度卒業、鈴木文孝。8番、1992年度卒業、阿部俊之。9番、1994年度卒業、鷲田誠。87年度卒業、磯貝博光。13番、1987年度卒業、木島敦。14番、1993年度卒業、北村ジョージ。15番、1987年度卒業、庄司健。峯岸雄一郎。17番、1991年度卒業、吉川美希夫。18番、1988年度卒業、米原隆之。19番、1992年度卒業、鈴木正和。20番、1991年度卒業、千葉哲也。21番、1997年度卒業、藤田義政。10番、1998年度卒業、ディエゴ・カトン・マラドーナ。23番、1994年度卒業、川瀬誠二。24番、1988年度卒業、保坂信行。2004年度卒業、港秀也。そして監督は小沼貞男。続いて国見高校
OB。 背番号3番、1991年の卒業、長峰博則。4番、1995年の卒業、百武義成。5番、2001年の卒業、徳永雄平。6番、1992年の卒業、多久島智。7番、1992年の卒業、永井敦。8番、1988年の卒業、永井秀樹。細貝の変わりっぷりにびっくりしますね。あんな感じなんですけど。考えられないですね。国民と成長を叩くんで。
9番ね。